お金大好きクラウドです。まあみんなお金は好きだと思うんですけど、まあそんな感じで今回はね、要望に応えてゴールドカスタムで走っていこうかなと思います。そう、このゲームはね、そうゴールドマリオっていうキャラがいるからさ、そう全部ゴールドにできるんだよね。かっこよくねこれ。 みんなねお金大好きだからね、本当に。まあ俺も別にね、あるに越したことはないんでね、もらえるもんならもらいたいものですけどね。走りやすい、意外と走りやすいわ。どっかの変なカスタムと違って走りやすいかなと思ったけど、今のはただの俺のミスだわ。かっこいいこれ。いいね。これまた、1週間に1回ぐらい企画にできるかもしれん。で、初手見てもらったらわかると思うんですけど、俺、ゴールドタイヤだけは取ってなかったんですよね。どういう感じだったっけな。あぶね。なに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 ？え、1位はどこ？あ、1位突っ走ってんのか。なんだっけ？どういう感じだったっけ？カートの方が多分、150cc だか200だか、ま、いた。なにこの部屋。何があったんだろう？よくわかんない。なんでこんなまったりしてんだろう。 まあ、いいか。 まあ、忘れたんだけど、とりあえずタイヤの方ができてね、なくてね、タイヤはね、スタッフゴースト、150cc の、スタッフゴーストを全部倒すっていう、そういう感じだったんで、まあ今倒してきたっていうわけなんですよ。なんか食らっちゃったからあっちに逃げるわ。で、カイトは確か100コイン、あ、1万コインか、1万コインで確かできるって感じだったよね。じゃあこれ中途半端な位置にいるから、もうちょい避けた方が良かったんだけど、まあいっか。使いまして、なんか嫌なもん持ってなかった？気のせいか。あー、逃げる。ごめん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 。食え食え食え。よし、オッケーオッケーオッケー。何この部屋？なんかラグインかな？ なんでこんなみんな本当に まったりしてんの？何してんの？俺勝っちゃうよ。いいの？勝っちゃって。あー、マジかよ。防御でね。オッケーオッケー。ちゃんと入れた。無理だよ。あー、ありがとう、キノコ。今のバナナスナイプやば。うますぎ。e スポーツ。まだ勝てるか。まだ勝てるな、これ。ここでキノコ引いたら勝てるな。引いたか。あとはスナイプをされなければ勝てる。それ拾っちゃうんだ。そっか。なんか、いや、もう、やっぱみんなお金大好きだから、最後の最後にいじめてくるんですね。なんか、ラグインかな。でもめっちゃいい部屋じゃん。というわけで、この部屋で走っていきます。かっこいいな、このカスタム、やっぱり。まあね、今のはね、ちょっと初陣になったね。本当にこれ、俺初めて使うから、ちょっと初陣になったんで許してほしい。いや、まあ今のは本当に、このカスタム悪いじゃなくて、俺の立ち回りが悪かっただけなんで、あと部屋がちょっと俺の心を不安にさせたっていうね。なんかよくわかんないけど、なんかみんな遅れてねって感じになったんで、まあ、今は大丈夫だと思うんで、割と、いや、普通に、さあ、使えるの？このカスタム。ミニターボッチいくらなんだろう。戦えるレベルでは、いけるぞ、これ。割と、ハンドリングも効きやすいから なんとかなるぞ、これ。そうか、こんなカスタムあったか。どうなんだろうね、これ。それ俺かよ、マジかよ。うわ、しかもそっち行くんかよ。あれ、そこのコイン取っちゃうんだね。フォロックス。フォルクスワーゲン。あれってどういう意味なんだろう。会社名やってます。なになになに。ちょ、いらんいらん、このアイテム。いや、全然曲がれんじゃん。さっきまで曲がれるとか言ったのに。あ、コイン取れないじゃん。何してんの。ちょ、俺が下手すぎ。さっきまででも TA してたんだけどな。まあ、カスタムこれじゃないんだけど、もちろん。コイン0枚になっちゃった。マジかよ。なんで10位なの俺。よくわかんない。なんで？まあ、OK。まだいけるか。ああ、テレサはいいね。俺、テレサ大好きなんでね。同じ陰キャとしてテレサ大好き。なんで赤コーラ裏に投げる？違うでしょ、赤コーラは。そうやって投げるもんじゃないんです。前に投げましょう。ホイッとして、で、そろそろ来るんじゃない？最下位の子もなんか持ってそうじゃない？ゴミ拾ってきた。マジかよ。大乱闘してるな。ブレーキできてない。
このステージあんま俺そこまで得意じゃないからな。もうニス君俺ここは捨てたって思ってるからさ、多分前これ突っ走ってるよな。くっそー、欲張らんときやがった。ハッチだったな。あ、テレサの人が消えたんか。いや、うん、消えてるわ。あー、ごめん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 。ちょ、これ下からなんで裏に投げてくんの。やばくね、今のすごい空中に浮いてたんだけど。あ、いけた。あー、それ俺、あー、俺じゃなかったけどミスっちゃった。セーフ。まあまあまあ、上位上位上位。まあ、あんま好きじゃないステージで上位取れたんで OK かな。上位というか、ちょっともうちょい前行きたかったんだけど、あんまり操作が慣れてないわ。難しいな。うん。まだまだ俺には早いカスタムかもしれん。どうだったっけ？え？セブンのゴールドカスタムタイヤってさ、ダートに強いんだったっけ？どんな感じだったっけ？忘れた。うん、まあまた詳しい方が誰か乗せてくれると僕は信じてます。はい、よろしくお願いします。僕は、うん、適当にやってます。はい、ただもしかしたら意外と本当にまだ使える方のカスタムなんで、ね、うん、週1企画になるかもしれませんが、その時はその時で許してください。はい、よろしくお願いしますね。うん、まあここはね、セブンのコースなんでね、うん、元祖セブンのカスタムなんで、セブンからだっけゴールドカスタムって、まあ、セブンしか俺やってないからわかんないんだけどね。あ、やべ、やば、やば、足ともダブル取れてね。まあまあショットカゼはいるとして、コインが俺4枚、コインさっきから俺か、うん、気にしてないんだよな。もうゴールド感覚だから、もうコインなんて10枚持ってるんじゃない説っていう、そういう適当な考え方で言ってるんですけど、ダメですか。あ、ごめん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 。あれ、もしかしてこのカスタム、ポコチンカスタム？いや、紙カスタだった。なんか奪ってきた。あの、エイトの奪ったんだろうな。すご。いや、ポコチンカスタムだったわ。おーい。上げて下げるな。てか、パズドラの時にさ、落ちて下げるなって言ってたじゃん。あれ、俺も面白いなって言ってたな。面白いと思ったわ。うわー、まあサンダー使われたし、ちょっとこれはどうしよっかな。もうちょい抜かしてからやりたいなと思ったけど無理だわ。ワンチャンダブルのところで終わらんかな、これで。ダブル取っていってえな。ちょっとさすがにきついな。ダブルは取れるけど、もう一回キラ、出ないか。どうせさ、俺出るとしたらさ、最後の最後なんだよね。あ、使ったって。今あか、ダメ。ダメ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 。あ、ダメダメダメ。許して。いやー、ダメだ。終わった。ナイスキラー。あー、キラーのおかげで7位までいけるか。あー、7位のカゴ。よし。やっぱセブンカスタムなんだよなー。いやー、なかなかいいじゃん、このカスタム。ちょっと、キラー高いしかしてねえんだよな。平野か。まあまあ、前逃げもできるし。てか、こういう高いコースも結局前に逃げてる人、たまにね、強いからね。うん、結局難しいって感じなんですけど、どうしよっかな。とりあえず、前行ってみようかなって思ったけど、やめた。いいわ。裏から行くわ。強いな。で、コインしっかり回収しながら行きましょう。うん、やっぱコインは大事なんで、コイン美味しいわ。このゲーム本当にコイン大事だからね。どんどんコインをしっかり取っていかなあかんんだけど、まあまあまあ、アイテム的にはとりあえずスターがあるだけ安心って感じだから、まあ1位がそんな感じなんで、まあ、最下位も結構裏にいるって感じなんで、使っていきましょうか。これオッケーオッケー。ああ、ゴリラも使ってくるわ。弱え、これは。さすがにいけるかな。引けたら嬉しいな。うわー、ちょっと微妙。あか、すまなか、頑張っちゃった。あそこをうまく入るようにね、なんか上手い人見てたらね、ブレーキ踏んでたんだよね。そういうところだよな。俺もまだまだちょっと怖すぎ。あ、しまった、行くの忘れてた。ショットカー行けると思って、うん、ちょっと頼む。あー、でもみんないいアイテム持ってんな。
すがにそうだよな。崩れろ、前潰れろ、お願い。よいしょ。ああ、ラッキー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。ああ、いける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 。ああ、いける、ナイス。ナイス。危なかったな。ただ、やっぱ、最近俺、空豆使ってるからな。ミニターボチがね、溜まりやすくなってるからね。今のところも直線のところで多分一回ドリフト決めれたんだよね。うん。ってところでちょっとね、懸念点はあるんですが、でも2位、OK です。おいおい、みんなセブン大好きか。まあ俺セブンだったらこのコース好きだけど、って何回言ったかわかんねえや。まあいいや、セブンのコースで1位取りましょうか。誰にももうね、ポコチンカスターとは言わせない。よろしくお願いします。しまった、危ない危ない危ない。笑ってないよ、全然。全然笑ってないよ。最強カスタムなんで、これ。てか、ゴールドマリオって、あれか。なんかゴールド、スーパーマリオで出たやつだよね、うん。ちょっと待って、なんかゴールドマリオ増えてきてんじゃん。うん、多分そっから来たんだよね。うん、てか、ボイスって変わってないくない？何も変わってないよな。うん、ただ、ブリーフィング画面のところは変わってたんだよね、ちょっと。レッツアムウィーンみたいな、そんな感じのことをメタルマリオ言うんだけど、なんて言ってたか忘れたわ。適当です。はい。ちょっとコイン奪いたい。あ、俺のコインが奪われました。どうしよっかな、これ。いやねえんだよな、この、そんな裏にいるから。しかもコイン全然ねえし、俺。あれ、なかったわ。で、できるだけ前に出る。どうせこの曲がり角でキノコは絶対使えないんで。とこれは絶対食らいたくない。オッケーオッケーオッケー。こっちから行くね。あ、しまった。なんかいつも俺ね、使ってない時があるんだよね。ミスっちゃうんだよね。ついやっちゃうんですよね。いいよ。なんで前潰さない？オッケーオッケー。結構前にいるか。あ、結構近くにいるな、これ。スター出たら完璧だったのにな。ちょっと怖すぎ。危ない危ない危ない。あ、セブンのカゴ。セブンの5カゴで当たる。セブンの5カゴで当たるんだよな。最後の最後にな。危ない危ない危ない。やめろやめろ、危ない危ない危ない。いや、お前もう なんでそんな当たんの、やばくない、このカスタム。被弾率 100% ぐらい当たるんだけど、本当にやばいやばいやばい、本当にやばい。8位、今セブンの5カゴでせめて7位くらいまで行こうぜ。ありがとうスター。もうセブンの5カゴで本当に7位になっちゃった。違うんだよな。あ、でも800まで行こうか。ならもう1レースやりましょう。はい。じゃ絶対またこの部屋隔離されてるんだけど、隔離やめてほしいんだけど、12人でやっぱやりたいんだよね。うん、せっかくなんでね、大乱闘マリオカート8デラックスなんで。はい、というわけで、ラスレにしましょう。ラスレ気持ちよく勝って終わりましょうね。アイテム、あいたラッキーラッキー。まあ、ってどうなんだろう、マイコっちゃマイコか。まあ、今の空中でドリフトたまんねえのか。きちいな。マジか。あ、そう、ブレーキをしっかり使っていかないとダメだね。うまいことブレーキを使っていかないと。ちょっと使おうか。フォルクスワーゲン。あ、フォルクスワーゲンってなんで聞いたことあったかって言ったらあれだわ。まあ、言わないでよ、こうは。多分察せる人は察せるかもしれないけど。多分それの影響でなんか知ってるんだよな。あー怖いな。とりあえず逃げようか。ちょっと潰そうか。当たりたくない、絶対に。絶対絶対絶対いいに。うわ、やれた。1位はまた独走してる感じかな、これ。まあでもどうせトゲ来たら、大丈夫だし。まあまあまあ、この位置だったら、ワンチャン、キノさんとか出ると思うしさ。ナイス？ショとか。当たんねえのか。いいよ、ブレーキドリフトしっかりしてる。ああ、うまいな、今のは。いい、バックスナだったな。ちょっとポコチンアタックしとこう。なんでもない。なんでもないです。
いや、このカスタムをね、僕はポコチンとは言わせたくない、本当に。あー、マジか。来そう、来るちゃう、来る、来い、よっしゃ、来た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 、勝てる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 。これどうしようどうしようどうしよう。いや、行かない行かない、最後のショートカで使う、最後のショートカで使うけど、あれ、あ、俺1位か。うーん、ポイッと使って、いや、やっぱ強いんだよな、このカスタ。いやー、強いところ見せれた。いや、いい読みだったね。うん、最近ちょっとアイテムボックス的なところを覚えてきてるんでね、うん、勝ちやすくなってる。いい1位でした。いやー、やっぱゴールドカスタム最強ということで、皆さんも使ってください。あざした。